いや見ての通りよ。いやもうちょっと反射して全然見えないっす。1万円くじリベンジよ。下川チャンネル、皆さんこんにちは。下川チャンネルの下と川です。川よ、それでいいのか。何が？貴様は東京に屈すると関西魂はどこに行ったの？前回外れたからリベンジでもう一回勝っただけやん。要するに東京に染まったとか、そういうことですか？何がやねん。ならばわてはこちらで行かせてもらいましょう。大阪の一枚折りパン、これで一勝負行かせてもらいます。さかい茶番の時って話噛み合わんよな。ということで、左手が大阪カードボックス日本橋店の1万円折りパン3つ、そして右が東京フルコンプ渋谷東口店の1万円折りパン3つ。それでは勝手ながら大阪と東京雌雄を決したいと思います。ではまず大阪の当たり一覧はこちら。大当たりはモルネック、ボルドギ、レッドゾーン。まあ今ね、とにかく CS 優勝プロモが高騰しておりまして、特にこの一番左モルトネクスト、ついに買い取りで10万超えでございます。言って年内で配布終了やからな。ここで手に入れとかな、まだ上がるかもしれない。その他高額なセット系がありますね。東京の方は、東京の1万円割りパも一番の大当たりはモルトネクスト CS 優勝プロモで、他にもテックラン、ドラゴダイオなどなど高額カードがあるけど、まあ全30口でまあその3枚以外は全部外れというね。ではいざ尋常に勝負。なんかやっぱあれですね、パッケージも大阪はザ商売の街って感じの。あら東京はこじゃれちゃって。英字新聞ですか。フルコンプ毎回これやけどね。確かに東京とかじゃないと思うで。くっか、オッケー、裏表なんですか。ちょっと待って、なんかスリーブ入ってない。ちょっと待って、スリーブインスリーブ、インナースリーブやし、枠はプロだった。プロモもいろいろあるからね。言うけど外れにはプロモない。当たり確定。マジ？あとはどれが出るか。じゃあ待って、うちから見させて先にな。はい、こっちのノーマル紹介しとこう。待って、ディール、電動入ったで。それこの3枚は、マジマジ、ほんまにこないだ電動発表があって、そこに入ってた記述紙ディールでございますよ。1枚しか入れれないっていうね、制限かかった。4枚セットなのに。まあ、多分電動発表直前とかに作ったやろうな。ということで、まあ私はちょっと外れですかね、今の時期特に。これマジで買ったんじゃない？マジ？スリーブリッスはちょっとどいてもらいます。ど真ん中で。いやもうモルネクでとどめ決めよう。ここでモルネク引いて、互いにモルネク引いたらお互いウィンウィンやから。間違いない。企画倒れなことを言っている、言っている。ゲット、かわっさん、ようやくやな。2019年、3枚目。いやー、ありがとうございます。しかも補足しておくと、ドラゴダイオ鬼修羅の殿堂解除によって絶賛高騰中。マジか。いや鬼修羅からね、ただ出しできるという。マジすげー。あざす。さすがにすごいな。待って、待って、1個目殿堂4枚やね。やばいっしょ。マジ圧勝やねんけど。頼む。だってもう負けがないから。こっちはインナースリーブ入ってない今回。はやっぱ当たりスリーブが入っとるんやな。こっち先行こうかな。あ、はい、では東京、あー多分ここが当たりでしょう。ノーマルノーマル、ここも安全カプセル。ドラゴダイオあるんで安心して。まあ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 、まあ、外れでもその余裕かい。まあ外れですけど、ドラゴダイオありますから。ワールドブレイカーで場を離れない。バカ強い。いやでも私はごめんなさいね、ここでモールネック引いてますわ。いきますね。はい、あ、お疲れ様でーす。マジ？はあ、しくやったらまあまあまあ半分ぐらいじゃない？色もなんか美味しそうやし。美味しそうって何？ででんでんででん。ラスト。ここで互いにモルネク引きたいな。としては。あ、まあそれがいいですよ。それが一番綺麗マジで。勝ち負けとかも関係ないっす。そうなった。勝つけど、だってそうなってもドラゴダイオあるから。静かに。あ、誰か。もう真ん中白枠でドラゴダイオたちが、まあ、こっち先行こうかな。あ、じゃあ、ノーマル。ちょっと今後の動画でわかるけど、諸事情でゴッドガヤンダムが欲しい。全の全の。まあ、1枚約5000以上する。全の全の。高すぎやろ。書いてること単純やで。相手のクリーチャーバトルゾーンに出たターン攻撃できない。書いてることデーマの基本ルールやけどな。召喚よいと。じゃあラスト、お願いします。え、待って、なんか光ってない？ちょっと裏返すわ。あ、ノーマルや。ノーマル？ノーマル？これは？あ、ノーマルや。ラス1。そういうパターンで CS クロック何度も引いてきた。そうやねん、マジで。モルエクじゃなさそうなんだよな。では、私はここにかかってます。大阪、大阪、とついたれ本舗、いけいけ、はあ、え、マジ？ベッドゾーン。え、ま、来たもん。来たわ。二人とも引いたってこと？え、マジ？え、待って、これでさ、相場ならなくない？え、デッドゾーン？ 3万5千ぐらい。こっちもあるんで。あ、そっか、うち、DL4 枚セットとかなんや。本日は大阪 VS 東京、勝手に1万円折りパで対決させた結果、なんと2人とも優勝プロモが当たるという。これは逆下川やな。ということで今回の勝負、引き分け。
言ってんの。よかったですね、互いに当たって。違う違う違う、私の方がもう全然当たる確率低かったんですよ。母さんのやつは30分の1ですから、結構当たりやすかったじゃないですか。ということで皆さんは東京と大阪どっちの勝利だと思いますか？東京一択やろ。ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。ある意味今ディール引くのは持ってるっしょ。その引きでモルネク引けよ。